道県7番平総一、今日も徹底援護の構え、そして5番沢亀浩二、熊本勢の後ろでの勝負、残り2周谷口力也をやはり突っ張って出ました同期1番田村大、それでもさあ2番谷口力也が踏み上げていって早めの仕掛けだ、田村大、谷口力也、主導権争いは残り1周半、2番田村が谷口が制します。田村大は叩かれて3番手に入るか、その後3番大竹野は釈迦を切りつつ4番手、後方からは5番沢亀浩二が再度熊本勢に合流を狙ってくる、残り1周となりました。さあ2番谷口が先頭、番手は7番平総一、最後方の位置から6番鈴木則義もまくり気味に仕掛けて二の足で1番田村大がまくっていきました。平総一の牽制、しかし乗り越えた1番田村大、6番鈴木則義はその後阻まれまして、さあ1番田村大が抜けて直線コース、2番手は2番谷口、3番手は大外から大竹の、3番手から2番手伺う1番田村大、ゴール2着は3番大竹の弘樹。